車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリストズッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介してくれるのは大阪店店長の浅井さんです。はい、浅井です。よろしくお願いします。今回紹介する車こちらなんですけれども、はい、オーナー様に先にまた触れてもよろしいでしょうか。あ、はい、どうぞ。私先ほどお会いしまして、若干お会いするとこう忖度働いちゃうんじゃないかなって思われがちですけど、はい、僕空気が読めない男なんで、はいはい、忖度なしでお届けいたします、はいはい、というわけで今回オーナー様なんですけども、なんかゲレンデ上級者。そうですね、3代目のゲレンデになります。で今回は G63 のマグノヒーローエディションご紹介したいと思います。3代目なんですね。632代目、まあ、63前型の W463 型の63で現行型の先代モデルも63だったんですか。モデルもお乗りになってて、エディションマットの G63、はい、そして今回マグノヒーローが、まあ、当選されたとのことでお乗り換えになられたと。なんと633代乗り継ぎというすごい経歴ですね。そうですね、はい、まあでもうちのねお客様では、まあ、結構多い、結構乗り継がれてる方多いですよね。多いんじゃないかなと思いますね。まあだいぶ実車を見たらね、まとまってて綺麗になってるかなと思いますね。ちょっとやらしい話なんですけど、ちょっと結構かかってるんですよね。結構かかってますね。もうこれはねブラバス自体が高いですし、まあついてるパーツも、まあ通常ではつけないパーツ等もつけさせていただいているので、まあその辺はオーナー様のこだわりで仕上げさせていただいてます、ね。だから乗り継いできてるこう3代目のちょっとこう慣れた感じがすごく伝わりました。そうですね。もう玄人好みの、まあ今回はこんな感じでっていう、もうコンセプトがもう最初の時からオーナー様の中で出来上がってたので、まあそれと一緒に相談させていただきながら、まあ仕上げたという感じになります。じゃあというわけで早速外観から見ていきたいんですけど、はい、まずベースとなっている車が先ほど浅井さん触れてた通り限定車なんですよね。そうですね、限定車の、マグノヒーローエディションになります。台数結構少ないですよね。確か台数は少ないですね。ちょっと何台かまでは正確に覚えてないですが、まあ、この色は右ハンドル何台左ハンドル何台という形で限定が出たような感じ、ね、結構当たった当たらなかったなんて話も、まあ結構聞きますね、 SNS なんかで、まあ、昨年末ぐらいは結構その話が多かったですね。でそんな貴重なモデルをベースにとにかくブラバスのパーツがたくさんついてると。そうですね、ゲレンデやってやっぱりブラバスのイメージがありますので、今回もそのイメージで仕上げております。でブラバスって言ったら一つこう分かりやすいところとしてワイドスターがあるじゃない。あ、そうですね。で今回はあえてワイドスターじゃないんですよ。ではない。なんとこうソフトキットでいろいろパーツがついてるというわけで、前から見ていきたいんですけど、まずこれグリルのこの枠、そうですね、一番納期かかったやつですね。これめちゃくちゃ納期かかるんですよね、はい、まあ、最初1年って言われてたんですけれども、まあ一応半年ぐらいで納品されたので、まあ、効果不効果、一番最後に、取り付けさせていただいた部品になります。ただまあオーナー様の一番のお気に入りで、やっぱりねそんなにパッと見は目立たないパーツかもしれないんですけれども、やっぱりこう横から見た時のボリュームとかもありますし、すごく凹凸があって、これつけてよかったな、目線にも入るところですしつけてよかったなと、言っていただいたやつですね。確かに立体感すごいあるんですよね。これ斜めとかから見るとすごい分かりやすいんですけど、結構な厚みがあるんで、すごい立体感がある。だから近くで見るとすごいインパクトあります。インパクトありますね。そして浅井さんさらっと説明してますけど、これ金額がちょっとバグってるんですよね。もう覚えてないです。はい、10万円します。10万円します。はい。ね、というわけでもう皆さん覚えて帰りましょう。ブラバスのカーボンパーツはやばいということで、まあ、めちゃくちゃ高い。そうね、まあ、カーボンね、それこそねブラバスなんだよね、はい、行かせていただきました。つい最近、はい、冒頭で言おうと思ってたんだけど、最近大阪店全然来てくれないから、ずっち久しぶりだから全然来てくれないからさ、もう何アメリカ行ってヨーロッパ行って。もうね、ツッチー様々ですからありがたいことにいろいろ行かせていただいてるんですけど、まあ、もちろんブラバスも多分行ったと思うんですけれども、はい、まあドイツはねご存知の通り全部ドライカーボンになりますので、寄付なんかの規格があるんで、まあ、きちんとしたものじゃないと販売ができないということで、はい、まあ、漏れなくきちんとしたものになってくる、はい、これ結構いいですね。これもねお客さんがうちのボンドチャンネル見てやっぱこれつけたいって言っていただいたので、だからソフトキットもさっき言ったけど、ツッチーがなんかソフトキットって連呼したからソフトキットにしようかなって言っていただいたみたいですので、クロート好みのソフトキットツッチーのまあおかげでもあるということですね。そしてこれグリルに合わせて中もちょっと触ってるんですか。これそうですね、まあ、これはナイトパッケージの純正グリルをスモーク、もう最近純正見てないから塗ってるのか塗ってないのか分かんないんですよ。これはね純正のスモーク。あ、これ純正なんですか。純正の、ナイトパッケージ、ヘッドライトが黒とか、エンブレムが黒に漏れなくついてくるスモークの、はい、縦がちょっとスモークになった、パナメリカーナがちょっとスモークになったグリルですね。最近みんな塗っちゃったりするんで、純正を買ってないです。俺逆にこれに変えることすごい多い。これおしゃれですね。そう、だから純正でナイトパッケージするときに一緒にグリルも塗るんじゃなくて、純正っぽくこれでいきましょうということはすごく多いですね。絶妙なちょっとブラッククロームみたいな、そう、ブラッククロームみたいな感じになってます。そして真ん中の B マークもこれはお決まりですね、当然交換してあると。そしてあとは下がこのブラバスのいつもつけてるフロントスポイラーになりますが、これ別なんですよね。そう、別売り別売り、まさかの別売りで、ちなみに同じぐらいの値段するんですよ。そうですね、10万円。そうです、フロントスポイラーより高いんじゃないかというぐらいの値段がします。両方つけると大台超えるというわけで、これ見たら皆さんやばいやつだって思い出してください。というわけでこのスポイラーもついてて、こっち B マークも入ってる、サイドの B マークですね。これは定番ですね。エンジン始動直後は白に光って、その後ブルーに色変わるやつですね。こちらもついてる。そして横に回ってきまして、ホイール初めて見ました。新作のゲレンデに履いたのモノブロック ZV になります。サイズは24インチ、ブラバスの最新作になります。日本で履いてるのを初めて見ました。去年ブラバスにそのイベント行かせていただいた時に、近々こんなのが出るよっていうんで、地下の撮影禁止のところで見させてもらったのがこれです。そうです。だから本当のバリバリの最新作になってます。デザイン的にもゲレンデとか GLS といった大型の SUV とか大型のセダンに似合うようなデザインですよね。めちゃめちゃ高級感ありますよね。ありますね。表面、お得意の表面の製作でグロスバフで、センターでこう隠れてるタイプになりますね。ボルトホールが隠れてる、センターロックみたいになって、センターロックみたいな感じですね。でちゃんと今までのこのデザインをこう踏襲してるんで、ちゃんとこうつながりがあるというか、そうですね。もうパッと見ブラバスだなってすぐ分かる。そして24インチ、でかいですね。でかい。タイヤも24インチ、コンチネンタル6を今回組み合わせてますね。そしてまた浅井さんさらっと言ってますけど、これもお値段がちょっとえぐい金額なんでね。これはね、×4 ですからね、なんと言ったって。そうなんですよ。×4ですから。1本ですらちょっとっていう金額なのに、それ×4ということで。×4ですので、気になる方はホームページ見てみてください。そしてこれに組み合わせるタイヤがコンチネンタル、スポコン6、こちら。これがちょっと秘密があるんですよね。秘密というか、名古屋店はね、多くつけてますけれども、29535扁平なんで、普通30扁平使うことも多いんですけれども、今回はしっかり感を出したかったので35扁平で合わせてますね。要は純正よりちょっと厚みが、外径がでかいのでね、結構ここのインナーフェンダーがギリギリだったりするんですけれども、一応テストすればギリギリかわしてるかなという状態ですね。メーター誤差もその誤差の範囲内です。範囲内です。問題ないレベルですね。あとは24インチ、その外径合わせちゃうとちょっとちっちゃくなっちゃって貧弱になることもあるので、今回は35扁平で合わせてみました。なので24インチのそのネガティブなとこ気にされる方は、こういう選択肢もいいのかな。そうですね。ただあんまり出しすぎたり、あんまり低すぎたりしてしまうとインナーフェンダー吸ってしまいますので、そこは要注意かなという感じですね。この辺は浅井さんのノウハウが生きているのかなと。そうですね。そしてこのタイヤホイールの内側のこのキャリパー。これは定番の塗ってありますね。プラスティックシルバーでもともと赤なのでね、もともと赤なのでトーンを落としてシルバーでモノトーン感を出すようにしました。そしてちゃんとブラバスのロゴにもなっていると。で、これ車高も下がってますよね。車高も少しだけですけれども、ロダンスより。ちなみに車高調じゃない、ダウンスプリングはこれは GF 製のダウンスプリングですね。適度なローダウンになっています。ちょうどグー1個分ぐらいですね。そんな感じです。そしてあとは細かいところも結構やってありますね、この車。黒いエンブレムつけると、さっき言ったようにグリルがスモークになる。だからそれはセットオプションというか、限定車なんでもっと標準ですけれども、うちみんな塗るから塗ったもんだと思ってた。違います。これ純正なんです。ただここは変えてますよね。ここはブラバスね。AMG になってるので。でこれちゃんと赤にしないでシルバーにしてるのが。それはキャリパーに合わせてやる。ちょっと通好みだなという感じ。そしてサイドステップも。サイドステップ。これもお決まりですね。これラッピングですか？ラッピングです。なるほど。これ全部分解して。分解してラッピングですね。なので足乗せたりしても割と耐久性があるんで、塗装と違って。であとはサイドステップをつけているので、足乗せることはないかなと。なるほど。はい、開けてみましょう。電動の全店でバカ売れの電動サイドステップでございますね。ちゃんとでこれ63なんでマフラーがある関係で短いタイプですよね。いわゆるショートタイプになっております。でこれ単体でも取り付けもちろんできますんで。もちろん単体でもよく売れております。車のカスタマイズ興味ないよという方もご用命いただければこんな作業もできます。そしてあとはもう一個気がつきました。先ほどそうですね、これもよく売れてるイージークローザーですね。なんとゲレンデにソフトクローズキットがドア4枚ですよね。ドア4枚で、リアはちょっと部品待ちとなっています。というわけでその辺の便利にする機能もついてる。この辺のパーツチョイスもすっごいゲレンデ慣れてるなって感じがする。そうですね。今までなかったら不便だったところをやっぱり解決してくれるこの辺は iID のパーツ群ですので、この辺は絶対にゲレンデ乗りの方、カスタムしなくてもこれだけつけたいという人はすごく多いですので、その辺は言っていただければいいかなと思います。そして横つながりでいくとグラバスのマフラーもしっかりついてるということです、はい、でこれもさらっと言ってますけど、金額は恥ずかしながら自家用車より高いです。でもスタッフもみんなそうだと思うよ。高いもん。もうめちゃめちゃ高級品ですよね。高い。で特に63になると両出しになるんで、400とかのかける2、おおよそ、うんうん、値段がかける2になるんで、まあ、G63 でこのマフラーがついてたらめちゃくちゃ高いやつついてるんだって思っていただけるといいんじゃないかなと。ちゃんと E マーク付きですので、車検も対応になってます。まあ、その辺は後で金銭相応もちょっと話していただければと思います、はい。結構だから車検の時に戻さなくちゃいけないとか、まあ、戻すってことは違法改造になっちゃうので、うん、まあマフラー交換躊躇されてる方なんかも少なくないと思うんですけど、まあ、これであればそのまま車検対応で、なっております。ディーラー入庫に関してはそのディーラー様それぞれの基準があるんで、基準があるね、幅があるので社外品ダメですよっていうディーラーさんもあるんで、その辺はご相談いただければいいんじゃないかと。であとは横こんな感じですか。横とあとはまあモーションコントロールビームね、ちらっと横から。なるほど。これはちょっと見づらいんで浅井さんのブログの写真を入れておきましょう。モーションコントロールビームを前後で装着しているので、まあ、これは、このオーナー様のみならず装着していただいた方全員がやっぱり高速での安定感がもう全然増した。まあ、特に G63 では、よく売れてるパーツになりますね。フレームの不快な振動を取り去るパーツですよね。そうです。ショック機構があるのでそのバーンっていうこう入力をそれがいなしてくれるような感じですね。ちゃんと部品が設計通りの動きするんで、まあ、乗り心地が良くなったりだとか安定性ですね、はい、安定性が向上するのでこう左右のやっぱドタバタ感とかが減少するので飛ばす人にとってはすごく乗りやすくなったとはよく言っていただいてますね。まあその辺は浅井さんがこう詳しくブログに書いてるん で、 そうです、ね、ブログのリンクちょっと動画の説明欄に貼っておきますので、興味のある方はぜひ見てみてください。あ、後ろもしっかりキャリパーペイントもしてあって、そして後ろのタイヤサイズっていくつなんですか。一緒です。あ、4本通しですもんね。通しです、はい、はい。というわけでこんな感じ。そして真後ろに回ってくると後ろ一番やべえの発見しました。もうこれはもうカーブそのままつけました。ですね、またちょっとやらしい話になっちゃうんですけど、大台越え、大台越えです。はい。まあこれはわかるけどね、ここまあそんな目立たないんですけれどもね、やっぱり、はい、つける人はつけますね。これ大台越えって結構冷静に考えたらすごくないですか。絶対に事故れない。絶対に事故れないですよ。というわけでしっかりこれもドライカーボン製の背面タイヤカバーになっていると。これ何度もご紹介させていただいてますけど、ちゃんとこのカーボンの目がその文字の中逆になるんですよ、ね、逆になりますね。ここだから結構今ブラバスのパーツってちょっとあんまり動画でふさわしいかどうかわかんないですけど、ちょっとこう偽物のパーツとかっていうのも流通してるじゃないですか。本物と全然違いますよね。ああね、クオリティは違いますよね、やっぱり。僕ら普段見てるんでもうパッと見で分かっちゃいますよね、あこれちょっと正規なやつじゃないやって。なんでまあこの辺本当にしっかりしてるんで、まあ、安全性の面でもまあちゃんと正規のものをつけていただいた方がいいのかな。そして下側も、はい、これが大台越えでございますというわけで、ね、詳細僕もね今見てないですけれども、はい、高かった気がします、はい、これめちゃめちゃ高いです。このディフューザー、これここまでですね。でこれ純正を交換する感じですよね。純正を交換です。純正を交換になります。あ、交換ですよね、はい、というわけで下側もブラバスのディフューザーになってると。であとは細かいところで言うとエンブレムとか、まあエンブレムはね別に AMG と変えてるだけです、はい、ブラバスのエンブレムになったりとかこんな感じですかね。だからこれ一つずつ拾っていくと高額パーツまあ高額これだけ揃ってるんで、はい、まあな金額いくなっていうのはなってきました。オーナー様はまあ最初からそれをね決めてたということなので、まあ、いつもお読みいただきありがとうございます、およびツッチーのファンですありがとうございます。だから本当に今回同じ金額使うんであればもっと派手にするってできちゃうと思うんですよ、同じ予算で。ただそれあえてしないで神戸スタイルというか同じ地元が一緒ですので、まあ、さりげなく他とは違うようななんで今ちょっと自分もセンスがいいみたいなぶっこんできたんですかなんとなく。でも本当にさりげない感じ、だから分かる人には分かる通好みな仕様になってるので、そんな感じで思っていただければ幸いです。続いて内装なんですけども、ここまで外装やってあればやっぱり内装も全く触ってないっていうことなはずもなく、まあそうですね、ちょっと内装は小物ぐらいにはなりますけれども、ドアロックピン、ドアロックピンですとか、はい、まあフロアマットとペダル類、はい、あとは iID のドリンクホルダーとか、その辺の小物もついてる。僕個人的になんですけどペダルとマットめちゃくちゃおすすめなんですよ。あ、そう。外装やってなくてもおすすめです。あ、そう。はい、毎回乗り込む時に見えるじゃないですか。なるほどなるほど、はい。でやっぱり内装のこのカスタマイズって外装より満足度高いケースもあるなっていうのは、まあ常にね見える、はい、見えますから、はい、外装ってやっぱり自分では見えないじゃないですか、うん、なので、まあその辺興味のある方は単体でもその辺パーツ出るんで、まあ非常におすすめでございます。はい、続いてじゃあ浅井さんと一緒にマフラーの音量を測りたいと思います。近接っていうのはその車検の時にちゃんと基準値下回ってないとダメですよっていうところですよね。はい。はい、で測定方法が、はい、まずマフラーの斜め45度で50センチになってます。はい。で後で車検証を確認すればなんですけど、この車は3750回転。で測定になりますので測定していきたいと思います。はい、3750お願いします。はい、だいたい82ぐらいですかね。はい、82ぐらいで分かっていただいたと思います。でこの車は97デシベルまで OK ですので、まあ、全然近接騒音も OK、プラス E マークで、加速騒音も OK になってますので、車検対応という形になってます。じゃあ最後になりますけど、浅田さんいつものやつ聞いてください。ああ、はい、本日の G63 どうでしたでしょうか。めちゃくちゃ玄人好みの仕様になってるなと。で今まで数々こう G63 撮らせていただいたんで、もうネタないだろうなと思ったんですけど、やっぱり車がいろいろ限定車があったりだとか、カラーがあったり、まあ、あとはパーツもワイドスターだけじゃなくて、こういうアドオンのパーツ本当にいろいろあるんで、まあ、ブラバスゲレンデだけでもまだまだ終わらないコンテンツだなっていうのを再確認しました。じゃあ浅井さん逆にどうですか。まあそうですね、まあ、すっきりとそんな派手さはないですけれども、まあ、このまま本当にねディーラーも入庫できますし、まあ、そういった意味ではすごく玄人好みになってるかと思います。まあ、もちろんパーツ単体でも取り付けもできますので、まあ便利グッズとかはねよくパーツ単体での方が多いですけれども、まあ、その辺はいろいろと相談していただければいいと思いますし、また今回協力していただいたオーナー様には、改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで確かにそうですね、車検だったり保安基準に強い浅井さんなんで、はい、まあその辺、まあ、車内でも相談されるぐらいなんで、まあ、気になる方いらっしゃいましたらぜひ浅井店長にご相談ください。はい、というわけで今回はこちらご紹介させていただきました。ボンドグループの各種 SNS とボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。